4度目は嫌なし属性魔術師、星2。クッソ激烈に序盤の設定が煩雑な作品。一度目にクラス全員異世界転生のような感じで転生待機場所に来て神から加護をもらうイベントの時に同姓同名の人族がいたために自分が受け取るはずだった特典を全てその同姓同名にうっかり渡してしまい、主人公は加護なし運なし、人生ハードモードからスタートする。ここから二度目の人生として、魔法と科学が高度に発展した世界の底辺の実験体として実験ラットのような扱いを受けて胸くそを表現した後に殺されてしまう。3回目の人生が実はメインクエストで2回目はチュートリアルだということが判明した後に、お前みたいなイレギュラーがいると2回目に行く異世界壊れちゃうからお前がさっさと自害するように呪いをかけておくわということで強烈なデバフをつけられてから始まる2回目の人生が本格的なロー系シナリオの始まりだというクソ説明が煩雑な作品。主人公はヴァンパイアのハーフなので常に駆除対象であり、能力は2度目の人生で獲得した資料術と1億のムチムチプリンという設定。ここからクソ偶星の母親に育てられながら自分の拠点を構築するというシナリオ。ここからネタバレ。なんやかんやあってこの偶星の母親がガメをべらさせられてしまうという感じダークファンタジーっぽいナロー系に出来上がっている。主人公は資料術師なので母親の魂を守って復活させるために頑張るのが目下のメインクエスト。シナリオが復讐ゲットしっかりしており、ちゃんと復讐対象に対する胸くそを書いてざまあするので読んでて腹の底からざまみろスカッと爽やかの笑いが出てしょうがねえ絶望できるシナリオになっており、Dモールとべね。